それでは野村雄介投手の入場です。現役を引退されました野村雄介投手からファンの皆様へご挨拶申し上げます。私のためにこのようなセレモニーを用意してくださった球団関係者の皆様、監督、コーチ、選手、スタッフの皆様、そして熱い応援をしてくださるファンの皆様、本当にありがとうございます。私、野村雄介は今シーズン限りで現役を引退します。小さい頃からの夢だったプロ野球選手になれた時の喜びは今でも鮮明に覚えています。いい時もありましたが、苦しい時の方が多く、心が折れそうな時が何度もありました。ですが皆様の温かい応援や支えがあったからこそここまで頑張ってこれたのだと思います。3度のリーグ優勝を経験させていただいたこと、連続選抜登板の記録に名を残せたこと、素晴らしい仲間と戦えたこと、温かいファンの皆様に応援いただいたこと、とても大きな財産となりました。連続先発登板の記録に残せたのは、今まで私を先発投手として任せてくださった監督のおかげで得られた数字です。そして今日最後の試合も先発として投げさせてくださった新井監督、とても心に残る野球人生を終えることができました。心より感謝申し上げます。13年間カープでプレーできたことを誇りに思います。球団関係者の皆様、監督、コーチ、トレーナー、選手、スタッフの皆様と共に戦えたことに感謝します。ありがとうございました。私を育ててくれた両親、野球をさせてくれてありがとうございました。野球のおかげでたくさんの素晴らしい指導者、大切な仲間に出会うことができました。いつも背中を押してくださるファンの皆様、本当にありがとうございました。鳥肌が立つほどの力強い歓声は一生忘れません。最後に、大好きなカープのユニフォームを着て野球人生を終えることができて本当に幸せです。13年間本当にありがとうございました。